が吹いても剥げない国産仏壇、輪島式仏壇店の永田光輝でございます。これはですね、お仏壇のリフォームですね、紫檀仏壇のリフォームでございます。これはもう40年以上経ってるんですね。先代のご主人様が ご購入された、記念の品、形見の品ですね。それを一度お預かりして、静岡の職人がですね、全部分解いたします。でもう一度漆、一遍分解して、で使えない木はまた補充いたしますですね。見てください、まるで 新品ですね。はい。で、漆、これ実は透明かな、透明の漆をかけてあります。で漆とかも全部し直して、あとこの障子も全部貼り直しておりますね。見てくださいませ、もう後ろ、これも全部もう貼り直してありますね、後ろの金もですね。はい、もう全く新品になります。で、だいたいこの作業がですね、1ヶ月半ぐらいかかりました。ただし、もうこれはですね、もう誠に新品、ご主人様の形見の品が見事に蘇っております。